ついに皆さん、これまで生まれてから20何年間かレールに敷かれたレールの敷かれた上を、ただ、走ってきた人生をここで終えることになります。インターネット、そしてスマートフォン、そういったものが社会の仕組みを大きく変えつつあります。まだ皆さん気づいてないかもしれないですけど、スマートフォンでゲームやってるだけかもしれないですが、皆さんが知らないうちに世界中のすごい人たち、頭のいい人たちは、どんどん皆さんが知らないうちに新しい技術を開発して、勝手に世の中を変えていってしまっています。まず皆さんはその事実に気づいてください。ただ今まではレールに乗って大学卒業すればよかったかもしれないですが、これからそんな甘くないです。自分でできるだけ多くの情報に接することがまず大事です。そのためのツールは揃っている。世界中の自分が面白いな、この人の話聞いてみたいなという人たちの情報に、すぐにたどり着くことができます。簡単です。そしてそれだけじゃダメです。頭の中を整理して自分で考える癖を つけていかなければいけないです。豊かな日本が当たり前だった時代はとうの昔に終わりました。ものすごい勢いで東南アジア経済発展してます。彼らの中の高給取りの人たちは完全に日本人の、ホワイトカラーの年収を上回ってます。そして富裕層の人たちゴロゴロいます。タイのバンコクに行くと、1人5万円の寿司屋さんが毎日満員だそうです。そんな時代に突入しつつあるんです。グローバル化っていうのはそういうことです。今までインフラが整ってきてなかった、例えばアフリカの山奥の国の人たちがそうやって簡単に世界最高峰の地に触れる機会を持つことになります。当然ながら優秀な人たちはインターネットにアクセスして、スマートフォン経由でインターネットにアクセスして世界最高峰の地を英語ベースで手に入れることになるでしょう。そして皆さんはその人たちと同じ土俵に立ってこれから生きていくことになります。今の常識は10年後20年後は全く通用しないようになっている可能性は非常に高いです。そんな時にどうすれば生きていけるのか、それはまず最初に僕が言った通り、情報を自分で収集して自分の頭で考えて行動する力を身につけることです。そして常識に縛られないことです。夢を描く、それがある種の自分の人生に対するビジョンだと思うんですよね。そういう自分の夢も明確に持たずに、自分の人生に対するビジョンも持たずに、ただ生きていくためにどっかでそのね給料もらいに行くと、でも今は現状それしか仕方ないじゃんと言ってる間に人生あっという間に終わるから、あっという間ですよ本当に。過去を悔やんでもいいことは何一つないです。ただしこれから多分皆さんどんどん失敗していくと思います。チャレンジをするってことは失敗をする確率も上がるってことです。逆に言うと、チャレンジしなければ失敗することはないかもしれない。でも成功することもありえない。だから失敗した時にいい処方箋っていうのは、二度と同じ失敗をしないようにどうやったらいいのかその場で考える。そして考えたら、まあ酒でも飲んで騒いで忘れる、次の日にはすっぱり忘れておく。私もそうしてます。そしてこれから自分たちがチャレンジしていくことは必ずうまくいくと思い込むことです。 Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers.
Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. 今から10年前にみんながこうスマートフォンを持って歩きスマホとかしながらなんかツイッターとか LINE とかやってる未来想像できましたか？皆さん10年前にできなかったでしょ。僕もできませんでした。だから未来のことなんか考えることには意味がない。そして過去を悔やんでる暇は皆さんにはないはずだ。なぜならこれからグローバル化で競争激化して、そして未来には僕楽しいことしかないと思うんです。それはどうやったら楽しくできるか、それは今を一生懸命生きることです。なぜ私がいろんなことにチャレンジをして、そしていろんな失敗をしながら、そしてたくさんの人に裏切られながらもこうやって楽しく生きられてるかっていうのは、今を生きてるからです。今を集中して生きてるからです。Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away.Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.これから生きていく上で大事なことは僕は目先のことに集中することだと思う。まずそれをやってください。それをやらない限り始まらない、何も始まらない。そして今僕が言ったことを一つの言葉にまとめて最後に皆さんの鼻向けにしたいと思います。未来を恐れず、過去に執着せず、今を生きろ。 When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras.It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog. And then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road.The kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. ありがとうございました。堀江貴文さんでした。ありがとうございました。